鍵、鍵、鍵、キー、キーは、錠前、ロック、鍵穴、ロックを解錠する、操作するための器具である。鍵と錠前は、扉や物品などに取り付けて、鍵を開けられる、人間以外の使用を制限するための道具。人身や財産の保護、保安などの目的で用いる。典型的な鍵、渦は、錠前の鍵穴に差し込まれる個々に、 形状の異なるブレード部分と鍵穴には入らず手でつまんでブレードを回転させるのに使い頭部からなる。ブレード部は一般に一つまたは少数の特定の錠前にしか合わない。日常会話では鍵と錠前をまとめて鍵と呼ぶ場合が多い。例、鍵をかけるが、ホームページでは主に鍵自体について記述する。鍵は建物や自動車といった財産について 完全ではないが、ピッキング行為参照安価のアクセス制御手段を提供する。そのため、鍵は現代の先進地域ではありあふれたものであり、世界的にもよく使われている。乗前は固定を行う機構の側であり、鍵はそれを開閉するための道具である。建築物や自動車の扉に使われているほか、金庫やスーツケース、机、カバンなど、 日常生活のあらゆる場所に設置されている。自動車のエンジン始動スイッチも、かつては、錠前の形をとっている場合がほとんどだった。錠前によっては合わせ数字などで開閉を行うため、鍵と錠前が一体のようになっているものもあり、これを、不合錠という。現在、よく使われている鍵は、シリンダー錠である。携帯電話などで実用化されている、生体認証技術も、 抗議の鍵に当たると言える。なお、各種イベントやテレビ番組において主催者から自動車が送られる場合には象徴的に自動車の鍵を模した大型のパネルが用いられることがある。これは鍵がなければ車が動かないことから鍵を車の所有権の象徴として扱うものである。他に何かの問題を解く際の重要ポイントを指して鍵という使用例がある。 生物の童貞に用いる検索表の A 名ーキーである。玄関の鍵あるいは扉の鍵は最もよくある鍵である。よく見かけるものは新旧2種類の形状がある。古い形の鍵はレバータンブラー状用の鍵で数枚、通常2枚から5枚の平らなレバー、手を鍵のブレードの形状によって様々な 高さまで持ち上げ、内部でそれらが揃うことでボルトを前後に動かせるようになり、上前が施錠、解錠される。鍵の刃、または合い形は、先端が尖っておらず、平らである。レバータンブラー状の鍵は一般にやや大きく、持ち運びが若干不便だが、安全性は高い。新しい形の鍵は、ピンタンブラー状、または、ウェファータンブラー状の鍵である。 会場のために鍵穴に垂直に差し込む場合、鍵穴の形状と鍵のブレード部分の溝が合わないと差し込めず、上前に挿入できる鍵の種類が限定される。上前に鍵を差し込むと、ブレード部の一端の刃、相形がシリンダー内のピンやウェハーが上下し、それらの切れ目が内筒と外筒の境界線上に並ぶと内を回転させることができ、それによって会場できる。 ブレードの両端に刃のある鍵は一般的な鍵とよく似ているが通常の鍵よりもピッキングが困難である。ブレードに4つの刃の並びがあり断面が十字型になっている。ピッキングも複製も難しいが同時に物理的にも強度が高くなっている。自動車の鍵は乗降用や荷物用のドア、トランクリッド、グローブボックスなどの小物入れ、給油口の蓋、 オープンカーのパーキングブレーキレバーなどの施錠、会場とイグニッションスイッチ、アクセサリーや主電源の入り、切れ、スターターモーターへの通電、加湿用パワーウィンドウの操作などに使われてきた。イグニッションスイッチは、ステアリングロックやシフトロックとも連携していることがほとんどである。最近のものは一般に左右対称型で、中にはブレード部の両端に刃があるのではなく、 ブレードの面に溝を掘ってあるものもある。車種によってはバレーパーキングで係員に預けるバレーキーという補助管理も付属する。バレーキーは運転席のドアを開けることとエンジンの始動しかできず、一時的に他人に車を任せる際に使う。高性能車のバレーキーには駐車場周辺の移動に必要な程度にまでエンジンの出力を抑える機能を持つものもある。 最近ではイモビライザーを搭載した自動車も増えている。また、リモコンでドアを、解除、施錠する、キーレスエントリーシステムが普及しており、さらには鍵を携帯した状態で、自動車に近づいただけで解除される、ハンズフリー方式のスマートエントリーシステムもある。これは、エンジンの始動もスイッチ操作のみで行え、機械的な鍵を必要としない。 一部のハイテクな自動車の鍵は、窃盗防止効果があると宣伝されている。メルセデスベンツでは、金属片を鍵とすることを止め、符号化された赤外線ビームで車載コンピュータと通信することで、鍵役目を果たすようにした。暗号が一致すれば、自動車を起動できる。ただしそのような鍵は、非常に高価で、なくした場合に再発行してもらうには 400US ドルも、かかる。 ランドローバーやホルクスワーゲンではスイッチブレードと呼ばれる鍵を採用しておりキーレスエントリー装置のボタンを押すと鍵のブレード部分が飛び出すようになっているトランスポンダーキーは信号を発する回路を内蔵した自動車用の鍵である鍵を点火装置のシリンダーに挿入して回すと自動車のコンピュータが無線信号をトランスポンダー回路に対して発信するその回路には 電源となる電池がなく受信した無線信号自体をエネルギー源として動作する。その回路にはマイクロコントローラが組み込まれており、符号化された信号を車載コンピュータに変信する。その回路が応答しない場合や符号が間違っている場合、エンジンは起動しない。トランスポンダーキーの変信する符号はそれぞれ異なる。ため、このような鍵の複製は難しい。 トランスポンダーキーの頭部にそのような回路が組み込まれていることを所有者が気づいていないこともある。一方、ゼネラルモーターズが1990年代に実用化したバッツは鍵にトランスポンダが組み込まれていると思われていたが、実際には抵抗器が組み込まれているだけで鍵を挿入するとその抵抗値を測定して正しい値かどうかを確認してただけだった。マスターキーとは、 複数の錠前を解錠できる鍵である。鍵自体の見た目は通常の鍵と変わらない。マスターキーで解錠できる錠前にはそれぞれ対応する鍵が存在するが、それらは別の錠前を解錠できない。マスターキーのある錠前には共通する第二の錠前機構があり、マスターキーはそれを使って解錠する。例えば、ピンタンブラー錠の場合、それぞれのピンに二つの切れ目があり、 そのうち一つを通常の鍵が利用し、もう一つをマスターキーが利用する。より高価な錠前の場合、通常の鍵とマスターキーそれぞれに対応したシリンダーがある。大きな組織ではさらに複雑なグランドマスターキーシステムを採用している。いくつかの錠前に対応したマスターキーが複数あり、それらすべてに対応したグランドマスターキーが用意されている。 マスターキーシステムを採用している建物などで、一つの錠前にアクセスするだけで、適当なブランクキーでマスターキーを複製する攻撃方法が存在する。アブロイキーはディスクタンブラー上の鍵で、そのブレード部は円筒を軸に沿って半分に切った形になっている。ブレード部には切り欠きが様々な角度で入っていて、それによって錠前内部のディスクを 所定の角度まで回転させる。フィンランドでは家の玄関の鍵としてアブロイキーがよく使われているがフィンランド以外の世界各地でも使われている。ピッキングが非常に難しく安全と言われている。ディンプルキーはスイスのカバ社が1934年に世界で初めて開発した鍵でブレードの平たい面に様々な深さのくぼみが刻まれている。 鍵違い数が膨大で複雑な構造を有しているため物理キーとしては現在最もピッキングに強い鍵として知られている通常対応する錠前には二列のピンがあり鍵にある二列のくぼみとそれらが噛み合うようになっている一般に裏面にも同じくぼみのパターンが刻まれていてどちらの面を表として挿入しても機能するようになっている日本では二千年前半に起こった ピッキングブームによってその防犯性の高さから一気に普及した。各メーカーがディンプルキー採用のシリンダーを製造している。複製に専用の機材を要する。スケルトンキーは非常に単純なデザインの鍵で、軸は円筒状で、先端に小さく平坦な矩形状の刃、相形が付いている。また持ち手となる頭部も独特であり、 全く飾り気のない平らなものと派手に装飾されたものがある。スケルトンキーは、ウォード上の施錠機構を出し抜くよう設計されている。ウォード上とその鍵は、セキュリティ能力が低く、その鍵と同じ寸法かもっと小さいスケルトンキーでも、解錠でき、スケルトンキーは、多数のウォード上を解錠できることが多い。スケルトンキーでなくても、ウォード上の鍵穴にフィットする物体なら、解錠できる。 可能性があった。ウォード城は1800年代頃に最も広く使われていたが、セキュリティ能力が低いため、より複雑な城前が製造可能になると捨てれていった。今では、スケルトンキーは、本来の鍵の種類を指すのではなく、合鍵の意味で使われることが多い。ウォード城は、今でも、古い絵や古い家具などに見られる。チューブラーキー、古いものは、 バレルキーとも呼ぶは、チューブラピンタンブラー城を解除するための鍵である。中空の円筒形の軸があり、通常の鍵のブレード部分より短く、その直径が大きい。最近のものは、軸の先端から外面に、様々な長さの溝が刻まれている。この溝に軸と平行な方向に向いているピンがはまるようになっている。円筒の外面にある突起は、 鍵がピンに押し出されるのを防ぐ目的があり、遠投の中空部は鍵の回転軸の位置合わせを目的としている。チューブラーキーは通常の鍵複製用機械では複製できず、専用の機械を必要とするため複製がやや難しい。家庭用警報システム、自動販売機、自転車の乗前などによく見られる。ピンは七本、または八本が一般的で、 コンピュータでは小型のものを使っている。チューブラーキーはシカゴのエイスロックカンパニーが発明した。複製禁止の鍵とは、鍵に Do Not Duplicate や Duplication、Prohibited と刻まれているもので、鍵屋が持ち込まれた鍵の複製をメーカーに無断で行うと思いとどまらせる効果を期待したものである。さらに重要な点は、これが鍵の所有者、保守者、 または警備員などにとって鍵制御システムとして働き、その鍵を自由に複製して配布したり、使ったりすべきでないことを示すという意味がある。不正に鍵を複製することを防止することを意図しているが、単に複製禁止であることを書いてあっても、複製体は物理的に可能という問題がある。アメリカでは、Do Not Duplicate と刻まれている鍵を無断で複製しても違法ではないが、 一部の鍵は特許によって制限されている、口実の制限付きの鍵を参照。は DND キーをセキュリティとして効果的でないとし、安全であるかのような誤った印象を与えるために満的だとしている。制限付きの鍵とは、刃を切る前のブランクキーをそのメーカーが流通を制限しているものを言う。特許で守られていることが多く。 メーカー純正以外のブランクキーを使って鍵を複製することを禁っている。多くの場合、鍵を複製するとき鍵屋で身分証の提示を求められる。最近では磁石を埋め込んだり、特殊な金属を使ったり、IC チップを埋め込むなどして簡単に複製できないようにしているものが多い。マグネットキーと対応する錠前は鍵に磁石を埋め込んでおり、それを施錠。 会場に用いる機構である。マグネットキーは、ブレード部に小さな磁石が並んでいて、その N 極と S 極の並びによって、上前内部のタンブラーを引き付けたり反発したりすることでシリンダーを回転できるようにする。電気は使っていない。磁石の向きや強さを様々に組み合わせることで、数千の組み合わせが可能である。カードキーは、 平らな区形のプラスチックカードで、クレジットカードや、運転免許証と同じ大きさであり、物理的、またはデジタルの署名が格納されていて、上前機構がそれを読み取って解錠するようになっている。カードキーにはいくつかの種類があり、物理的に穴を開けてあるもの、バーコードが印刷されているもの、磁気ストライプカード、ウィーガントワイヤーを埋め込んだもの、IC カード、集積回路を埋め込んだもの、 を利用した、非接触型のものもなどがある。ホテルで従来の鍵の代替として使っていることが多い。鍵の歴史は古く、世界で最も古い鍵は、エジプト城と呼ばれる木製の鍵で、紀元前2000年頃には存在していたと言われ、壁画にも描かれている。それ以前は紐を複雑な結び目で結んで、鍵の代わりとしていた。また、中世都市の縄文の鍵は、 都市の象徴であった。その名残で、現在でも、姉妹都市の提携をするときには、鍵を交換する。ルイ16世の趣味は、鍵と城を制作することであった。アメリカ合衆国では、植民地時代から鍵を、権力の象徴とする見方があった。ウィリアム・ペンが1682年に、デラウェアを訪れた時盛大な式典が行われ、 そこで彼は防衛の仕事を任されたことを象徴する鍵を与えられた。金属製の平らな鍵は20世紀初頭から広く使われるようになり、鍵を複製する機械が登場すると、そのような鍵は容易に複製できるようになった。日本で最古の鍵とされるのは、1998年に野の上遺跡、大阪府羽びの市から出土した7世紀中頃と、 推定されるエビ状である。アスカ系アトエンチでも7世紀後半のものと見られる。エビ状が出土しているほ、焦燥院にも、唐から伝わったと思われるエビ状が収められている。エビ状は古風に、魚鍵、義を、焼くとも言うが、もともと城前は、鎖、鍵、いつの一時でも表記された。地方を収める国府では、国史の印と焦燥の鍵が、 行政国統治の証明とされていた。また、鎖は、城前という辞儀から、閉ざす行為を意味する辞にもなっている。例、鎖国、封鎖。BR 江戸時代には、庶民にとって鍵はほとんど必要のないものだった。当時の治安は、比較的良かった上に、用心する際はほとんどシンバリ棒で閉じまりをしていたからである。鍵をかけるのは、 当時の金持ちが蔵にかけるぐらいであったが、その鍵は手で簡単に開けられるようなものなど、防犯の意味をあまりなさず、ほとんど飾りだけのようなものが多かった。ただし、縄文のカン抜きには頑丈な錠前が備え付けられていた。なお、蔵などには雨戸などで用いられる落とし錠が用いられることもあった。武器の需要が減り、 仕事が減った刀鍛冶ら武器職人によって和城と呼ばれる手の込んだ作りの城前が作られるようになった。阿波城、徳島県、土佐城、高知県、稲葉城、鳥取県、秋城、広島県などが著名とされる。平らな金属製の鍵を素早く複製する機械はアメリカ合衆国で1917年に発明された渦。ウズ 鍵の複製は複製元の鍵と刃を刻んでいないブランクキー、キーブランクを万引きで並ぶように固定しガイドに沿わせて元の鍵の刃を動かしブランクキー側にそれと同期して切削工具またはグインダーが当たることで複製するのが一般的である切削後新たな鍵のバリ取りをするバリを残したままでは切削したところの角が鋭すぎて危険であり 上前機構にも傷がつく恐れがある。他にも様々な鍵複製用の機械があるが、自動化の程度に違いはあるものの基本的な考え方は20世紀初期から変わっていない。鍵の複製はホームセンターなどでもできるし、専門の上前店でももちろんできるが、正しいブランクキーが必須である。複製するのが難しいようにデザインされた鍵もある。 また単に、do not deplicate と刻まれた鍵もあるが、アメリカでは、法的にはあまり意味がない。鍵を複製すると誤差を伴うことがある。多数の鍵を有する組織などでは、鍵の形状、切り欠きの深さなどを記録しておき、そのような数値情報だけから鍵を複製できるようにしておくこともある。鍵は象徴として様々な文章に使われており、例えば、 バチカン四国の国章に使われている。これは、初代教皇ペトロが天国の鍵を与えられたという古事に由来する。日本においても、門を閉ざす機能から、鍵には、魔除けなどの効果があると考えられ、鍵を異常化した、家門、鍵門が作られ、有名なところでは、土石が替え門として使用した。人々は日常生活に必要な鍵を持ち歩いており、 装飾付きのキーホルダーなどでまとめていることが多い。鍵は、錠前をかけたり外したりするための道具である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。